秩父鉄道時500系貨車は、秩父鉄道に在籍する無害貨車である。1968年日立製作所製の36トン席、ボギー無害貨車で、日本国有鉄道時2万5000系の同系車である。15両が製造された。当初、アオリドはプレス鋼板であったが1978年9月に平ら鋼板に交換された。 1982年3月に、時504、時505、時508、時514、時515の5両が関東鉄道に譲渡された。残り10両は、蘇我の川崎製鉄千葉製鉄所への石灰石油層に使用されたが、1984年のダイヤ改正による国鉄の貨物、取扱い縮小方針により時506、 時512を残し廃車になった。残った2両は災害自動車運搬用として車席が残り、普段は広瀬川原駅に留置されている。また、時502が三分口駅構内にある秩父鉄道車両公園に生態保存されている。関東鉄道に譲渡された車両は、時250系時251時255となり、 伏線加工時終了後は時252、時253を残してすべて廃車になった。残った2両は事業用に使用されたが、1996年に廃車となった。関東鉄道時250経過者に関するカテゴリー。ありがとうございます。